こんにちは、ウユニツアーです。今回はですね、ウユニ変更をご案内します。トヨタ自動車とかですね、あとユニクロの CM で、数年前から有名になってまして、ブームになっている、南米ボリビアにある、広大な塩湖、湖ですね、こちらをご案内いたします。今回ご案内するのはですね、福岡空港から添乗員同行で、ウユニ塩湖を満喫するツアーで、比較的ですね、価格がリーズナブルになってます。おすすめのプランになります。3月の13日のご出発で、こちらが限定の商品になります。1本だけになりますので、ぜひお早めに、ご予約をお願いしたいと思っております。ちなみに12月中に申し込みいただけますと、ここから割引がございますので、ぜひウイルツアー窓口に、お願いしたいと思っております。まずですね、標高3700メートルですね、ほぼ富士山の頂上ぐらいの高さにある湖です。そうですね、深さがもう何十センチ、数十センチの湖なんで、そこをその水面がですね、揺れもなく、もう静かにもフラットになっているんですね。それで、夜は星空、夕方は夕日、朝は朝日という形で、もう湖面にそれが映りまして、その中に自分たちも入っていくというような、非常に神秘的なですね、世界です。一応こうパンフレットで見ると、この映像を見られた方多いと思うんですけど、こういうここですね。でその他にもですね、観光も行います。もちろん中心はウユニ塩湖なんですけど、例えばボリビアの、新しくできたロープウェイから見るですね、ボリビア市内の夜景ですね、日本と違ってオレンジ色の夜景が広がってますので、非日常体験にこちらもなるんじゃないかと思います。観光ガイド、プロの観光ガイドがですね、添乗員になっておりますので、十分、楽しめるツアーになっていますので、おすすめです。ぜひよろしくお願いします。